ムスとは、新鮮な圧搾した果物ジュースで、果物の皮、種、加工が含まれている。ムスとの固形部分は、ポマースと呼ばれ、通常は、ムスとの総重量の7%から23%分が、できる。ムスとの製造は、ワイン作りの、第一歩である。ムスとは、様々な料理に、甘味料として使われることもある。ぶどうを圧搾して、ムストを作るポマースが、 果汁の中に浸っている期間は最終的なワインの性格を決める上で重要な要素である。よって地域ごとワイン生産者ごとに違いがある。ワイン生産者は頃合いの時期を判断すると果汁をポマースから取り出し、それから果肉の細胞に残っている果汁を絞り出すためにポマースを圧搾する。発酵させるために酵母を果汁に入れる一方でポマースは しばしば肥料として使用するために、ぶどう園や果樹園に戻される。選別された未発酵のムストの一部は、瓶詰めに先立って、甘味料として添加するために、ズユースリザーブとして取り置かれる。ワイン生産者は中には、使用済みのポマースに取り出した果樹と同量の水を、加えたものを24時間置いてから水分を取り出して2番搾りのワインを作るところもある。 こうして作られたワインは、ワイン生産者の雇い人への振る舞いとして供されたり、グラッパのようなポマースブランデーのもとに使用される。ムスとは古代ローマでは料理の材料として普通に使われていた。ムスとは、鉛製か製銅製の夜間で沸かされ軽く、濃縮されたものがデフラタム、濃く濃縮されたものがサッパと呼ばれた。これは、しばしば、特に果物に酸味付けや、 防腐剤として使用された。地球科学者のゼローム・リアグは1983年に出版されたニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンの中の記事でデフラタムとサパは工場的にこれらを摂取するものには危険な量の酢酸なまりを含んでいたかもしれないという仮説を立てた。濃縮されたムスとはバルカン諸国と中東の料理でペクメズやディブスとして知られるシロップや 小麦粉と混ぜ合わせて濃厚にしたものが菓子の素材として使われる。この言葉は蜂蜜酒生産者が蜂蜜酒になる未発酵の蜂蜜と水の混合物を刺す用語としても使用される。ビール醸造における類似の用語が爆重である。カトリック教会のミサで、ムストは教区長が被災や兵身とがワインを摂取すべきでないと判断し、許可した場合は、 生産用ワインの代用とされる。しかし普通の状況では、ムストがワインの代わりに使われることはない。この教えは少なくとも、ローマ教皇ユリウス一世に遡る。教皇は、必要な場合は、ただしその時のみ、ブドウの圧搾ジュースを使うことができると宣言したとして、トマス・アクイナスの進学大前に引用されている。アクイナス自身は、その不純さゆえに、 生のムストを生産範囲に強してはならないと、厳命していたが、必要性がある場合には構わないと付け加えている。ありがとうございます。